こんにちは、内村照吉です。大ヒットを記録したシング待望の最新作で僕が演じるバスタームーンが帰ってきます。5年ぶりにバスタームーンを演じるということで、今度はどんな騒動を巻き起こすのか、どんなドラマがあるのか、どんな音楽を聴けるのか、今からとても楽しみです。バスターは一生懸命夢を追いかけているんですが、一生懸命すぎて空回りしてしまうところもあるんですね。それが原因でトラブルになってしまうんですが、仲間たちと団結して解決していくんですね。そのバイタリティと行動力は羨ましいですし、憎めない大好きなキャラクターです。最新作は前作をはるかに超えるスケールでパワーアップしていると聞いております。シングネクストステージは2022年春公開です。また劇場でお会いしましょう。お楽しみに。待って、聞こえる？こんばんは、バスタームーンです。一夜限りの人生最大のショーをお届けします。この街の舞台に立つのがずっと夢だったの。2022年人生最大の夢の舞台でバスターたちの新たな挑戦が始まる。シングネクストステージ、ピギーパワーをぶっ放すぞ。